どうも、二次三次所属バーチャルライバーの真由澄会、どうぞよろしく。あとなんだろうな、ちょっと俺はね、あの昔の俺と対話を図りたい。これ昔の俺、こっちが、ああ向き合ってる、俺が俺と向き合ってる。こっち側が2.0 のね、 2D 側の俺で、まあ、こっちって言っても分かんないよね、どっちも動くんだからね。こっちが 3D 側の俺っていう、だからなんか俺テーテーができるんだけどさ、こうやると、そう、すごい笑ってんじゃん。というわけで、今回やっていくのはこのハッカーズビート、まあ、どういうゲームか簡単に言うと、ハッカーの音ゲーというか、キーボードを叩くことで音ゲーを攻略していくことで誰でも簡単にハッカー体験ができる。手元もね、真由澄先輩、何のゲームやるんですか？ハッカーズビートって今説明したの聞いたでしょ絶対あ、ハッカーだけにね。うん、そう。え、得意なんですか？いや、まあ音ゲーはそんなに得意じゃないけど。え、もうハッカーなんですよね。まあまあね。じゃあもうそれはもうフルコンボじゃないですか？いや、音ゲーの能力とハッキングの能力はまあ関係ないし。はいはいはい。あ、じゃあ分かった、星川に提案があるんですけど。何？ハッカーだから D ランク以下だったら罰ゲームってどうですか？ D、 そのスコアが D 以下だったら。そうです。いいよ、はい、じゃあ。もういいよって言う前に、じゃあとりあえずやっていこうかな。なんか右上にこれレベルって書いてるから、はいはいはい、このレベルがレベル0あるじゃん。え、画面やばくない？レベル0いけるでしょ。まあ、簡単にゲームについて説明、なんかスタッフの人がテストプレイした履歴が散々あったんだ。ハッカーっぽいでしょこれ。うん、うんですね。さあランクが右上に出てくるんだけど、よし、C、 待って、まあ、D 以下って言いましたっけさっき私。 D 以下。うわ、惜しい。まあ、え、ちょっと待って、もっと難しいやりましょう。え、今の何だったんですか？今の0 21にしました。22。だってスタッフの履歴でランク E ってすでに書いてあるもん、ここに。誰やったの？おしまい？どう？え、嘘！ね、待って、やば。これどう？嘘。いや、でもわかんない。でもライフ90。ライフ92だね。え？いや、どうだ？ D 以下だよね。はい。いや、もう緊張を煽ってくる。怖い。長い。ディ。いや、いい。よっしゃ。だいぶできてたじゃん。で、皆さん万歳です。素晴らしいプレイでしたよ、真由澄先輩。さすがっす、真由澄先輩。黙っちゃった。OK。 何？どこから来た罰ゲームが、ちなみに。あ、スタッフさんがの罰ゲーム。なんでスタッフが用意してるのさ。真由澄先輩のために罰ゲームしてくれましたよ。じゃあ一応まず聞いておこう。はい、じゃあ一つ目の罰ゲームは一人野球です。一人野球これ何？投げて、打って、はい、走ってみたいな。キャッチですね。キャッチはあるか、はい、あるか。投げて、打って、キャッチです。 OK、はい、投げるとこから。投げるぞ。ションって何？こうボール投げたことない人の投げ方なんだけど。こうで、こっちに今度、いや、もう遅いな、飛んでくる球。もっと急いでやってください。今来てるから、こう来てる、こう来てるのに、こう、ダッシュダッシュして、ダッシュして、キャッチ。あ、キャッチもやるんだ。俺もう画面外出てるじゃん。そんなできないですから、実際の野球。もっとスライディングしちゃうんですから。嫌な顔された。あー、打つか。こういう感じだよね、グローブね。あー、まあ、そうですね。で、こういう感じだよね。そうできた。いいんですか今ので。あ、いいんだ。あ、スタッフ的に OK らしい、うん、なんだこれ。しゃあない。今のも可愛いから許されたっぽいですね。可愛い、出た、はいはいはい、みんな可愛い言うてますよ。
左投げ右打ちっていうコメント、ちょっと面白いね。全然わかんないけど、多分結構意外性のある打者なんだろうねそれは。じゃあスタッフがいいとか取ってるやつ、そうですね、それモリモリ淳いきましょう。アーティスト名なんだよねそれ。左側のこのハッキンホットガール。ねえちょっと笑いすぎ。どうだろう、C。 え、ねえもう、え、じゃあ分かった分かった、あの次から C か罰ゲームにしましょう。 C か罰ゲーム次から、はい、これは脳幹ね。じゃあこれも罰ゲームします。これ脳幹、これの、あ、脳幹じゃないけどらしいです。スタッフ曰く脳幹としょうがない。 OKOKOK、 じゃあこれ脳幹で C か。指痛か弱い。 D 来い D 来い。 E、 よっしゃ拍手。全員敵だ。この場にいる空間全員俺の敵だ。はい、じゃあ罰ゲームいきますね。何、次の罰ゲームは、はい、田住社長のモノマネです。田住社長のモノマネ、全然ちょっとりくくんの初配信今ここで見ていい？あー今日初配信か、緊張するな。こう、これこれいいじゃん。はい、こっちかこっちからのカメラある。 PC OK、 素材 OK、 笑顔 OK、 これだ。いや今日初配信か、どんぐらい人来るかな。よし PC OK、 素材 OK、 笑顔 OK。せいだぞ。お前らのせいだからな。A まだ1回も取ったことないんだけど。B。はい、罰ゲーム。いや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 、いいじゃん B は。もう空気がさ。いやマジ最高。次の罰ゲームですか。いいですか。もうじゃあいいよ。はい、次の罰ゲームは笑顔で森のくまさんです。歌うってこと。そうですね、すごい戸惑ってる、戸惑っております。踊りますか。え、振り付けつけて踊ってみたみたいな。ええ、なんだ、え、何を言われてるんだ。一緒に歌ってあげましょうか。え、歌詞調べますよ、しかんだ。じゃいや、あ、いいですか。大丈夫。あ、いいですね。声出し NG。 あ星川がやるしかない。ちょっとやだ、やすそれはちょっと無理ですね。星川無理ですね。じゃあ森のくまさん聞いてください。真由澄海で森のくまさん。ある日森の中、クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに出会った。クマさんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい。なんだっけこの後、覚えてないや。どうこれ。でもいやー待って、でも結構ピッピッピッ、うおっしゃー罰ゲームです。いや頑張っ、11は頑張ってると思うんだけどな。え、ちょっといいですか。何、あの TikTok やってほしくて。星川、あの星川毎日 TikTok 見てるんですけど、最近パリピの中で流行ってるやつがあるんですよ。それは前澄先輩にやってほしいなっていう。 TikTok、 あ、知らない。知らないですか。美味しいのか、はい、それは食べ物じゃないですね。あの動画投稿アプリですね。わかりますか。
何踊りますか、踊れますか、一回見ます、じゃ一回じゃあ見せて、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待って どうだっけ、これ踊りましょうか一緒に、なんか遠くの方で星川が、俺向こうの方で星川が踊ってるけど、こうです、でムービムービム踊れあなたの夢だってなんなしてイエイイエイジャンプです、はい、あ覚えますか、朝適当に踊るせーのせーでジャンプジャンプを跳ねてムーブムーブを踊れあなたの夢だってなんもないせーイエイイエイまだまだ上がっていけ、それ知らないそれ知らない、それさっきやってない、それさっきやってないじゃああとちょっとですから、じゃオリジナルで頑張ってください、いきますよ、せーの、まだまだまだ上がっていけ心踊るのめ、こうやつそんな感じで It's alright フォロフォロフォローミーパッパねえありがとうございます、ありがとうございます、あでも可愛いってみんな言ってますよ、はあ、よしよっしゃ最高、愛してるゲームをしてほしいってコメントがいっぱいあったんですよ、なんでやろう、愛してるゲームを相手がいること想定して愛してるっていうのが一歩ずつ近づいていって、で最後になんかラブズッキュンって言ってほしいっていうコメントがあったんで、最後の最後もカメラのドアップのとこで君の心にラブズッキュンって言ってほしい、大学生かお前、いや本当、あいいね、もうちょい、あいいね、いい顔してる、いい顔してますね、これは、あそんぐらいで、ちょっと首を斜めに傾けて、あそうですね、であのズッキーもちゃんと手で銃作ってもらってバキュンってやってほしいです、そう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 、あそうですね、最後あの笑顔でお願いしますね、ズッキーは、な愛してるじゃあ逆何回、3回ぐらいですか、3、あの何イケボ生主か俺はこれね、これね、違う汚い愛してるでいきますか、常にこれで面白い、真由先輩の最後の罰ゲームで3、2、1、9、愛してる愛してる愛してる、お前のハートにラブズッキュン、ね見えてない、全然違うんですけど、モテさんと、いや、これでいいでしょ、やだやだやだ、いいですかこれ、これでいいでしょ、やった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 怖っ、何今のメンヘラみたいな、疲れた、お疲れ様です、お疲れ様です、ということで今日の配信はここまで、みんな見てくれてありがとうね、マジで先輩